ただいまハリテラスです。さあ今日はここから出発をしましょうか。それでは行きます。はい、ただいまハリテラスを出発しまして名阪国道に合流します。はい、ただいま名阪国道を三重方面に走っております。いや今回ですね、非常に残念ながっかりなニュースが入ってきまして、どうやらこの名阪国道沿いにあるね、名阪上野ドライブイン、そこが2022年3月末で閉鎖するというニュースが飛び込んできましてね、いや本当にがっかりですわ。そのドライブインっていうのはもう僕らからしたらすごい思い入れと思い出のあるドライブインでして ね、確か僕が16歳の時ですよね、初めて中型のバイク乗って友人と2人でね、とりあえずこの名阪国道を走って三重方面まで行こうと、もう地図も何も持たず、行き先も本当に決めずにね、とりあえず三重方面に行こうということでね、行ったんですよ。もうこの道をね、わーっと2人でどこで止まるとかそういうのも全然決めずに行ったんですけども、走り出して初めて泊まったのがその名阪上野ドライブインっていうのはすごい覚えてるんですね。そして寒いなーって言ってね、確かうどんですわ、うどんを食べた記憶があるんですよね。なんかそういうね、なんかすごいねノスタルジックな思いが蘇ってきましてね、いやーなくなるんかーってね、しみじみ思いましたね。今も三重方面に行くときはたまに寄ったりしてるんで、全く何年も行ってないということもないんですね。年に数回は行ってるんで、特段久しぶりやなということはないんですけども、やはりなくなると知ってしまったらね、どうしても行きたいというね欲が湧いてきましてね、今回向かってるわけです。そしてそこのドライブインにはね、その右端に2カ所食堂があるんですね。おすみっていうのと、あと太陽っていうのとね、そこも何回も行かせてもらったんですけども、今回もねその食堂も行ってみたり、他にも店内もね見ていろいろと、ノスタルジックに浸りたいなと思っております。そしてそのドライブインですけどもね、確か十何年前かにリニューアルしましてね、忍者だらけになったんですよね。その上野っていうのは伊賀もあるんでね、伊賀上野と言いますので、伊賀の忍者ですよね、別名忍者ドライブインとも言われてるんですね。そこのね美味しいものをもうこの際やから食べまくりたいなというところで、それでは行きましょう。さあそれではね、かなり寄り道してましたんでね、ただいまからドライブインの方に向かいたいと思います。もう到着ですね。あ、やっぱりこのネオン、名阪上野ドライブインのねこのネオンがいいですね。まあいわゆるレトロっていう感じですかね。あ、たまらんな。閉店セールって書いてますね。感謝セール。あ、こういうの見るとなんか寂しくなりますね。上の方が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 上の
太陽でね、お持ち帰りの唐揚げを買いました。そして今から向かうところは家じゃないんですね。実は今日は泊まりなんですね。このままホテルに向かいたいと思います。さあ、それではお持ち帰りの唐揚げ弁当を食べましょうか。さあ、それではいただきましょうか。本日のお疲れ様でした。それでは唐揚げいただこうか。おう、うん、美味しそう。売店で買いました。伊賀の地酒、芭蕉。実は今日ですね、上のドライブインに到着するまでに一旦仕事の方行っとったんですね。実は職場がね、この近くなんですよね。まあ、ここは奈良と三重の、まあ、県境あたりなんですけども、奈良県が、まあ、仕事場所なんで、そのいろいろちょっと対応があったんで、そちらに行っておりました。しかしあれですわ、まあ、その仕事というのもね、今、コロナのオミクロン株、すっごいもう感染者増えていってますよね。まあ、私の職場の方でもね、その感染者が増えたら、それだけね、私の対応が増えてきまして、休日もその対応が必要になってくるんですね。その絡みもあってね、今日はこちらの方まで来たっていうのもあるんですよね。ということでね、仕事を兼ねての趣味、趣味を兼ねての仕事、まあどちらかわかりませんけどもね、まあ今日はそういう感じでね、上野の方で今泊まってます。ああ、もう結構ね、酔っ払いましたね。ビール今 850ml と今日本酒、これ半分ぐらい。今、いい感じですわ。絶好調です。まあ、いろいろありますけどね。もう唐揚げ弁当もね、もう一瞬で食べましたね。ホルモン定食食べた後やのにね、もうスッと入りましたわ。相変わらず唐揚げも美味しかったですね。あの唐揚げ定食もね、お店で食べたらね、めちゃくちゃ量が多いんで、さすがにそれは無理やなと思ったんでね、お弁当にしたんですけどもね、ペロリと食べれましたわ。それとこれね、サクサクパンダ。結構これ好きなんですよ。チョコレートとビスケットがね、美味しいんですよね。上のドライブインもね、本当に3月末で終了ということで、本当に残念ですよね。本当にもう初めて行ったのがもう何年前やろ、30年以上前ですよね。
その時は本当にね、友人とバイクで行ったんですけどね。その時のね、僕は FZ400R っていうバイクで行って、友人がね、RG ガンマの2型、黄色と白色のね、ツートンカラーのね、ハーベカラーというね、それに乗ってましたね。ああ、早く自由になりたい。それだけですね。でもまあ、2022年度もね、始まってまだ3週間程度ですけどね、今年はね、なんとしてもね、分割でしてる日本一周をね、達成させたい。あと残りが群馬県と福島県なんですよ。その2県を行けば日本一周達成なんですよね。その日本一周っていうのは もちろんバイクですよ。バイクで日本一周、今のところね、30年かけて日本一周してるんですよ。でね、ここね、大阪からね、群馬県、福島県ともに遠いですよね。土日の休みがあったところで、めちゃめちゃ難しいですよね。行ってタッチして帰ってくるという感じですよね。それじゃダメなんですよね。やっぱり行って何かしらそこで泊まって帰ってくる。そこの土地で泊まらないと。あ、こんなのありますよ。忍者の町へようこそ。ごゆっくりとおくつろぎくださいませ。修理券はお持ち帰りいただけます。修理券ですわ。まあ、ここは伊賀に近いんでね、伊賀忍者の関係でね、こういった修理券ですよね。修理券といえばね、思い出しますよね。修理券でシュ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 。はい、どうぞ。そうですよね。その歌ですわ。その歌思い出しますよね。そして引き続いてこちら、揚げ餅わさび味、これがまた美味しいですね。これも大好きなんですよ。酒の魚に最高。ああ、なくなっちゃった。そう、はい、もうすべてアルコールもなくなりました。あとは水でも飲んでいきましょうか。いやー、これ美味しいですよ。もう結構食べましたわ。それでね、明日なんですけどね、明日も仕事でね、対応案件があるんでね、行かなければいけないんですけどね。まあそれは多分昼からなるんで、午前中はね、上のドライブインにまた行きたいと思うんですけどね。それまでにね、朝ごはんを食べていきたいと思うんですけど、その朝ごはん何を食べるかはもう決めてます。どうぞ、お楽しみにしておいてくださいね。お、こういうのを食べるかという風な朝ごはん。それ見たら、多分、ええ加減せよ、言われるかもしれませんけども。今はね、伊賀上野なんですけど、ここまで来たら、ぜひとも寄りたい場所があるんです。そこでまあ、それを朝ごはんで食べようかなと思っております。なので、どうぞ、ご期待ください。はい、それではね、ホテルを出発しまして、今から朝食に向かいたいと思います。あ、もう着いた。はい、ここですね、村井湾公園、こちらで朝食をいただきたいと思います。うまい、これはうまい。今日もやってきましたね。到着です。
はい、それではね、帰りましょうか。いやー、しっかりと堪能しましたよ、名阪上野ドライブイン。いやー、本当にね、そのままなくなってしまうのは残念で仕方ないですけどもね、もうこれも時代の流れかなと思いますね。もしこの動画見られてね、行きたいなと思われた方、ぜひともね、3月31日までに行ってください。まあ、日常光景ですな。そして2022年3月31日以降にこの動画を見られた方、残念ですが、もうドライブインはありません。まあ、こういうドライブインもあったんだなということでね、頭に置いといていただけたらありがたいかなと思います。それでは今回の動画は以上で終わらせていただきます。また次回お会いいたしましょう。さようなら。多分ね、動画は撮りませんけども、3月31日までしばらく日がありますんでね、何回かはまた行くと思いますね。はい。